でも、たまにあるじゃないですか。例えば、タイトル戦、予選の時、つもが悪いな、今日流れ悪いな、みたいな時に、でも予選を突破しなきゃいけないじゃないですか。そういう時、どうやって改善するんですか。今日の流れが悪いなと思った改時。善、そうですね。なんかそのいいか悪いかってこう始まってみないと分かんないじゃないですそうですか。ね。はい、今日は撮ってで、みたいと。結果が出てからじゃないとしかも分かんないじゃないですか。なんか自分が悪いなって感じてても他の人はもっと悪いかもしれないしっていうふうに考えると、そのある程度こう立ってからじゃないと分かんないから、そうなった時にやっぱそのずっとその日一日きついはもう多分無理なんで、なんかその瞬間きついとかだったら、その半チャンやっぱこうラスを引かないように切り替えるみたいな、やっぱその前のめりから一歩引いてとか、その相手の間合いみたいなのをきちんと測る、いつも以上にこうしっかりこう手出しつもぎりとか見て、不用意な法事をしないようにすごく気を使うみたいなはい、感じですかね。あともう一つ、流れの話で言うと、アキさんは2004年に亡くなられた安藤さんと、仲がいい関係を築いたと思うんですけど、安藤さんが常に言うのは空間殺法だと思うんですけど、アキさんにとっての空間殺法ってどうなものですか？私が安藤さんから聞いたのは、一般的なイメージって多分なんか空間殺法を使えばそのいい流れにすることができるとか、例えばその上がれるとか、なんかそういうイメージを持たれてると思うんですけど、実際の空間殺法ってその上がりに向かわない泣きをすることで、その一連の流れってあるじゃないですか。まあ、ついてる人がいて、ついてない人がいて、ついてない人が例えばこう動いたりとかすると、ついてる人が上がれたりとか、ついてる人はやっぱツモもハイパイもよくって、こうスムーズに誰が打っても上がれますみたいな、なんかそういうのが見えちゃった時に、本来ならば泣かないはずのハイを泣くとツモがずれるじゃないですか。それでその悪い人が上がりに向かう泣きをすると、好調者に有利に働く。でそのなんていうのかな、こう不調者が普段泣かない牌を泣いてしまったら。泣いたりすると、本来とは違うことが起こるから、好調者のまあ流れが変わるみたいな考え方で編み出されたものなんですけど、実際に使ったことありますか？ないですね。やっぱ難しいですね。なんて言うんだろう、例えばその映像対局とかだと、やっぱりそのなんていうのかな、こう見てもらってて、これはちょっと何やってるのか分かんないみたいなものをお見せするのは申し 訳ないなみたいな。視聴者さんに。そうです、そうです、そうです。例えば解説の人も困っちゃうしそとうですか、ね。なんか空間殺法は安藤さんのものであって、それを例えばこう真似してもいい結果になるかどうかって分かんないじゃわないかんでないすですか。ね。でね、映像対局とかって常に本番なんで、やっぱその本番でそれをやるリスクっていうのを考えると、ちょっと簡単にはできないなっていう感じですよね。